61号では運転室前方の壁を60号で作った左側の壁に接合し、さらに車体の両側に43号で取り置きになっていた手すり棒を取り付けます。今回付属するパーツです。前回作った左側の壁も用意してください。まず運転室前方の壁と左側の壁を接合します。前方の壁を平面に置き、左側の壁のスリット部分を爪に合わせて上から押し込みます。片方ずつはめていくと簡単にはまります。これで運転室前方と左側側面の壁の完成です。次に手すり棒を取り付けます。入れる前にボイラードについている支柱の穴の向きが前方方向に向いているか確認してください。合っていなければラジオペンチなどで回転して調整します。43号で保管しておいた手すり棒をボイラードの手すり支柱へ前方から入れていきます。2つ目の支柱まで入ったら次にエンドキャップを取り付けます。入れる向きを確認してエンドキャップを差し込み、棒の先端に接着剤をつけて先端を少し出した状態で固定します。右側も同じ要領で作業してください。このエンドキャップから少し出た部分が運転室前方の壁にあるくぼみに入ることになります。あまり多く出っ張らせるとエンドキャップが壁にぴったりつかなくなってしまうので注意してください。これで61号の作業は終了です。こんな感じで運転室を組み立てていきます。